はい、こんにちは。アキラのゲームこそ、タイザXの実況です。はい、というわけで、昨日11月3日、祝日のアップデートで、タイダラはこたつに夢中、こたつに潜む魔王ベルフェゴールが追加されました。なので、その性能について早速チェックをしていこうと思います。では、参りましょう。はい、ではまず基本性能ですけども、こたつベルフェゴールは技属性の魔王となってます。最大強化値で、体力が 17,612、防御力が 1,974、攻撃力が 1,271、速度が 1,105 と。ということで、いつものように指数化しますとこうなります。防御が20、体力が18、攻撃力13、速度11、合計で62ということなんで、合計値だとかなり低いレベルなんですね。魔王の中で言うと。で、防御と体力はすごく高いんだけども、攻撃力と速度がかなり低くなってます。で、攻撃について言うと、魔王の中では最弱になりますね。でもこれ後ほど言いますけど、すべての攻撃が防御力依存なんで、そこは問題ないかと思います。で、無印ベルフェゴールとの比較ですけれども、もともと無印ベルフェゴールはですね、リリース当初の配布キャラでしたんで、そういった意味では、体力と攻撃力がね、無印からかなり成長しています。で、速度はそのままで、攻撃力のところでガツンと落ちてるんだけども、合計値で見ると、まあ、そのまま上位互換という感じですね。では、通常技を見ていきます。範囲的2台、160% 防御力で3回ダメージ。行動前、味方全体の強力技封じを解除。自身が混合状態にある場合、500% の追加ダメージを与える。行動後、行動ゲージの一番高い敵を挑発する。で、挑発が相手の攻撃力マイナス 35% かつ自身を攻撃させる。持続一旦。ということで、これ何気に混合状態の 500% 追撃結構でかいですよね。で、まあ、防御力依存攻撃なんで、最大値が 1974×160%×3回プラス 500% なんで、980%。結果、19,345 というダメージを2人に与えることができる。で、これもちろん、聖絶とかで上げることによってさらに火力上げれるけど、これを通常攻撃で与えれるっていうのはでかいですよね。続いて、強力技が、範囲敵3体 CT3 ターン、290% 防御力でダメージ。行動前、味方全体に混合を付与し、味方全体の挑発と統計状態を解除する。攻撃後、80% 防御力の3回ダメージでランダムの敵1人に追撃する。追撃は 75% 固定確率で対象をスタンさせる。行動後、攻撃力の一番高い敵2人を挑発すると。で、混合が防御力プラス 35% 持続3ターン。ということで、この追撃によるスタンの確率は初期状態でも 50% で与えてくれますね。で、ここで混合を自身に付与してくれますので、その状態で通常攻撃を入れますと、先ほどの 500% 追撃が入るとなります。で、これ何気に2種類の状態異常を解除してくれるんですよね。挑発と凍結解除。っていうのは結構大きいんじゃないかなと思います。で、必殺技が範囲敵3体、準備1ターン、CD5 ターン、420% 防御力でダメージ、対象に挑発と賞味切れみかんを付与する。行動後、体力の一番低い味方2人に全ダメージ軽減を付与する。で、賞味切れみかんが受ける治癒量マイナス 50%、戦闘中持続する。重傷との重ね掛けが可能。受ける治癒量の低下は最小 10% まで。全ダメージ軽減がこの状態にあるとき、すべてのダメージを1にする。持続1ターン。ということで、結果、通常攻撃、強力技、必殺技、すべてが防御力依存のダメージ。かつ、挑発も毎回付与してくれます。なので、やっぱり、聖絶はね、鉄壁もりもりでいいんじゃないかなと思いますね。で、この必殺技が準備1ターンで打てるっていうのが、後ほど話すパッシブスキルと関わってですね、結構大きいんですよ。で、そのパッシブスキルが、こたつ無理、自身が挑発に常時免疫。こたつ生存術、自身を攻撃した敵が挑発状態にある場合、そのもののスキル CT プラス1、さらに自身の体力を 20% 回復する。多段攻撃でも1回のみ発動。怠けの息、速度属性の敵のスピードマイナス 20%、戦闘持続し解除不可。必殺技キューボ、戦闘開始、技属性の味方のスキル準備マイナス1。ということで、まず全攻撃で挑発を相手に付与することができるんですよね。で、その相手からのダメージを受けることによって、その相手の CT 阻害した上に自身も回復してくれるんで、これ敵全員に挑発が入るようにね、攻撃すると楽しいですよね。で、この怠けの息、かなり強力なんですよ。っていうのが、技属性全員ってことなんで、自身にも入るんで、自身もすぐに準備いったんで、必殺技を使えるんですよ。だけど、覚醒レベルが最大まで必要なんですね。なので、そこまで育成しきったらね、かなり強力なキャラになると思います。というわけで、こたつベルフェゴールの結論ですけれども、強キャラだと思います。っていうのが、まず火力に関して言うと、通常攻撃の 500% 追撃が結構大きいんですよ。これ、相手の状態を問わず、自身が混合状態だったらなんで、相手が別に挑発に免疫あったとしても、これ、混合状態だったら入るんですよ。っていうのは大きいですよね。で、その火力は通常攻撃出せますからね。でも、一番の強みはそこじゃなくて、やっぱ耐久力なんですよね。挑発を毎回巻いた上で、その挑発になっている相手から受ける攻撃が、相手に CT 阻害のデバフを与えた上で、自身は回復しちゃいますからね。もやこれこたつゾンビですよ。で、パッシブスキルの怠けの息も強力なんですよね。その自身の行動前とかじゃなくて、開幕時点での発動っていうのが大きいんですよ。これ組み合わせ次第ですけども、準備一旦に必殺技を打てるやつって別にこたつベルフェゴールだけじゃないですから、その他の技属性で言うと、例えばお祭りバブちゃんの高火力必殺技を準備ゼロターンで発動することができますよね。なので、もうおすすめしたいとはもう全員です。っていうのが、これこのこたつベルフェゴール一体で考えちゃダメなんですよ。こういうやつって、この先出てくるであろう高火力の技属性のキャラ、これらを全て活かしてくれる存在です。
なのでできる限り皆さん回した方がいいです。なのでなるべく早くゲットした上で、なるべく早く覚醒マックスまで、持っていくっていうのを、まあ、今回本当にお勧めしたいなと思います。なので当然僕も回していきますんで、という感じで新キャストこたつベルフォールの解説をしてみたんですけども、何かしら参考になったと思っていただけましたら高評価、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。なので近日中にこたつベルのガチャを回す動画の方も出そうと思いますので、よろしければそちらも見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。